勝って兜の尾を締めよ。立つ鳥後を濁さず。どんなバカでも人を批判したり責めたり文句を言ったりすることはできる。そして大抵のバカがそうする。その席にいない人を非難するな。仕事をするときは上機嫌でやれ。仕事は人を育てる。楽観的な姿勢で現実的な政策を取る。目標はロマンチスト、プロセスはリアリスト。悪くなるのが世の常。その対処法をいつも考えておくことが大事。戦友好楽。